プロダクションカー世界ラリー選手権は2002年から2012年まで開催されていた国際自動車連盟公認の世界ラリー選手権のカテゴリーの一つである。略称は PCWRC または PWRC。現在の WRC2 プロ、WRC2 の前身もともとはグループ N カップというカテゴリーであったが、 さほど評価が高くなくドライバーのモチベーションも上がらなくなっていたためジュニアラリー選手権とともに FIA が世界選手権として決定し PWRC に移行という形で2002年に始まった当初は PWRC が世界選手権として成立するかという不安もあったが初年度のエントリー台数は20台を超える成長を見せた日本人ドライバーは 新井俊博や、津田原文優らが、PWRC に参戦した。新井は2005年度と2007年度に、年間総合優勝をしており、日本人ドライバーとして、初の FIA 世界選手権のチャンピオンとなった。また八津田原も2006年度の開幕戦モンテカルロで、優勝するなど好成績を残しており、両者は、ライバル関係にあった。これ以外に、 スポット参戦ではあるが、2007年、ラリージャパングループ N クラスで優勝した、田口勝彦などもいる。絶剣番号は、大体が31から60番となっており、そのうち31から58番までが、通年エントリーを行った、ドライバー及びチームで、59.60番は、開催地域から選出される、地元枠である。なお、この絶剣番号は、 ジュニア世界ラリー選手権でも適用された。開催地域は全員12から16戦程度で行われる世界ラリー選手権のうち約半数の6から8カ所でそのうち1、2のイベントをスキップする。この数はその年の PWRC の開催数により変動する。ヨーロッパ外イベントが大半を占めていたが、これはジュニア世界ラリー選手権が主に ヨーロッパ内で行われるイベントであり、できるだけそれと重ならないようにするためであった。なお2008年のラリーフィンランドでは JWRC と同時開催となったため、絶景番号が重複しないようにプラス100番となっていた。ラリーに用いる車両は年間2500台以上生産された市販車で FIA のグループへ購入を取得したものをベースとしており、 PWRC では排気量 2000cc 以上の N4 クラスで総合優勝が争われる。このグループ N という規定は市販車をベースとしている点では WRC の WR カーと同じだが改造範囲が厳しく制限されている。ロールケージ等の安全対策やサスペンションの交換等改造を最小限に抑えており FIA の車両規定で 最も市販車に近い。そのため、ベースとなる市販車のポテンシャルがそのまま影響し、車両そのものの構成の多さが要求される。また参戦車両の種類を増やすために、特例として、年間1000台以上生産された市販車でも、FIA の公認を取得して、ベース車とすることができ、LSD の追加やブレーキの強化も可能となるなど、改造範囲が拡大された。 これは後述するスーパー2000との性能差を埋めることと安全性強化のためである。グループ N は高性能4輪駆動車を数多く売れる。市場である日本の三菱、スバルが圧倒的に有利で、ほとんどのドライバーが三菱、ランサーエボリューションとスバルインプレッサを用いた。2007年からは FIA が新しく設定した新カテゴリーである。 スーパー2000の出場が認められた。2010年からは、スーパー2000車両を対象にした S2000、世界ラリー選手権が創設されたため、PWRC は再び、グループ N 車両のみによって戦われることになった。さらに2011年には R、R2、R3 規定の 2WD 車も参戦可能となった。2013年に、WRC 直下のカテゴリーが、 WRC2 と WRC3 の2カテゴリーに再編されたため、PWRC としての歴史は幕を下ろした。WRC2 には N4 規定車種のみで対象された、プロダクションカーカップが設立されたが、現在は消滅しており、年間エントリーも不可になっている。参戦者は8戦中6戦を選んで出場し、残り2戦は休場する。また、 第2から5000は JWRC と閉鎖のためエントリーナンバーにプラス100がつくことがある。ありがとうございます。